鹿児島のさまざまな場所に全力で生きる人たちがいます。きっとその姿は未来の鹿児島を担う力。これからその情熱を綴っていきます。カゴンマ未来ロード。薩摩仙台市入木麓、美しい町並みが今も残るこの地区は、薩摩の武士が生きた町として日本遺産に登録されています。歴史に彩られたこの町で問題になっているのが空き家。住民の高齢化と人口流出が原因です。これを復元するということが基本なんで、今日は草を刈ると。そんな空き家をリフォームして地域活性化につなげようとしている人たちがいます。今回未来への思いを綴るのは、 NPO 法人生かすつなぐ入木空き家再生プロジェクトの皆さん。空き家の再生に取り組むのは地域コミュニティの役員、会社員、主婦など入木麓の住民10人です。この日は10年ほど空き家だった住宅の掃除とリフォームに向けた室内の下見です。ゴミ捨て場だね。プロジェクトの理事長、中川勲さん、東京からの移住者です。12年前にすぐそこに空き家があったんで移住してきたんですよ。それでまあみんなの話聞いたりなんかしてると、空き家がいっぱいできたと、誰も何もしないと困ったと、じゃあ僕にやってくれということになって始めたんです。ここはプロジェクトでリフォームした第1号の建物。築100年の空き家を再生し、憩いの場やレンタルスペースとしても活用しています。今手掛けている空き家は歴史的な建物が並ぶ伝統的建造物群保存地区。リフォームにも制限がかかります。景観だけは良くしていきたいよねっていうみんなの思いがあるんで、いろいろとできることを組み立っていきたいなと思っています。入木麓にある空き家は現在7軒。プロジェクトが目指しているのは住民の憩いの場、そして観光客の休憩所などに空き家を活用することです。 NPO 法人生かすつなぐ入木空き家再生プロジェクトの皆さんが綴る未来への思いは、空き家再生で地域を活性化、入木麓の未来を支えていこう。